メンテナンスキットの交換手順。新しい定着機ユニットと転写ローラーをご用意ください。操作パネルの戻るボタンを4秒以上押し、シャットダウン・スタートを表示します。はいの表示で設定ボタンを押します。シャットダウン中と表示され、 シャットダウン処理が開始されます。プリーズパワーオフ、シャットダウン、コンプリートが表示されたら、電源スイッチのオフを押します。まず、定着器を交換します。向かって左側にあるオープンボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。使用済みの定着器ユニットを取り出します。 印刷直後の定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてください。暑いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。青色の定着器ユニット固定レバーを手前に起こします。定着器ユニットのハンドルを持ち、プリンターから取り出します。このとき、 LED ヘッドに当たらないよう注意してください。新しい定着器をセットします。定着器ユニットの固定レバーを手前に起こします。ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンターの中へ静かに入れます。青色の定着器ユニット固定レバーを奥側に倒し、固定します。 次に、転写ローラーを交換します。転写ローラーを取り出します。EP トナーカートリッジを取り出し、静かに平らなテーブルの上に置きます。EP トナーカートリッジの緑色の筒の部分、イメージドラムは非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。光が当たらないよう、 髪を重ねてかぶせます。青色のロックレバーを矢印の方向に押します。転写ローラーの左側のシャフト部を持ち、転写ローラーを取り外します。この時、右側のギア部も一緒に持ち上げてください。 新しい転写ローラーをセットします。このとき、スポンジ部分には触らないでください。ギアが右側になるように、転写ローラーの両端の金属シャフト部分を持ち、矢印の方向にパチンとなるまで押し込みます。ギアを矢印の方向に押して、軸が完全にセットされているかを確認します。 EP トナーカートリッジを静かにプリンターに戻しますトップカバーを閉じますこれで作業は完了です